今日は老子道徳経第1巻32章ですね、うん、こちらトルストイ監修の老子道徳経を元に、また同じようにこちら、ドリアン助川さんのバカボンのパパと読む老子からですね、ちょっと皆さんも大事なものは何かをちょっと入れてから今日を過ごせるといいですよね、はい、というところで第32章、永遠のタオは名を持たない、それはコバのようにビビたるもの、だが世界はそれを従えられない、王侯が自国の庇護に気配りすると自然そのものが王侯の助っ人になる、天が地と交合すると露が地に落ちる、それを人間は成し得ない、タオはばらけた時名を持った、名が知られると節制しなければならない、各人はどこにとどまるのか知るべきである、何事でも節制する者は堕落を知らない、これこそが天下にあまねく存在するタオである。どうしたんですか。これはあれですね、はい、名を売ろうとするなって言ってますね、とか、うん、節制しろと、でしゃばるなと、でしゃばるなと、ゴーゴーじゃないと、うん、ゴーゴーじゃないんですかね。どういうことですか。いや、行けと、進めと。どこに、なんかそんな、どこにって言われると、はい、名を売らなきゃいけない、頑張らなきゃいけない、うん、っていう気持ちってありませんか。ありますよ。でもそれをするなって言ってますよね。それをするなって言ってます。ん、地べたで頑張れですよ、多分老子的には。うん、ちょっとこれを、はい、ドリアン助川さん、はい、タオは永遠であり名を持たない、白、これはコバのことですね、白は小さくても世の中でこれを従えうるものはない、もし王や諸侯がタオを保持できるならあらゆるものが自ら会いに来るだろう、天地は重なり調和して甘露を降らせるであろう、人々は命令されなくてもおのずから秩序を持つであろう、白が切られそこで初めて名ができる、名ができたからにはその名にとどまることを知った方がよい、とどまることを知るのが危うさを避ける方法である、タオがこの世にあることはたとえて言うなら川や谷の流れが大海に注ぐようなものである。続けてちょっとバカボン、はい、タオは永遠なのだ、しかも名を持たないのだ、削る前の木材は小さくてもそれはタオそのものだから、どんな偉い人でも古文にすることはできないのだ、もし王様たちがタオの在り方を大事にするならあらゆる命あるものが進んでひれ伏しに来るのだ、お空と地面が揃って仲良く手を取り合い幸福の露を降らせるのだ、みんなはいちいち命令されなくても自然とまとまって従うのだ、木材が切られて器になるように国も制度ができて初めて人々の役どころに部長さんとか店長さんとかの名前がつくのだ、名前がついた以上はもっと上の位置がいいななんて欲は出さずにその名にふさわしい人間としてとどまるべきなのだ、とどまることが身を滅ぼす危険を避ける方法なのだ、タオがこの世界にどんな風にあるかというのは例えて言うなら川や谷のいろいろな流れが大きな海に注ぐようなものなのだ、そこではクジラも逆立ちできるのだ、これでいいのだ、はい、でもみんな、はい、まあ、ちょっと冒頭に紹介した里舞さんもね、はい、どうやらなんかホリエモンさんの何かの集まりに、はい、で、統計学を説明するっていうのをやってるらしくて、はい、うん、名前を売ればね、はい、この誰かが引っ張るんですよ、はい、名前を売らないとね、はい、なかなかそこに行けないんですよ、うん、そうすると売りたいじゃないですか、売ろうとするなって話ですよね、こう、まあ老子の話ですけどね、売ろうとするな、売ろうとしなければ、はい、人が集まってくる、ああ、要は無理して、はい、
周りの能力以上のようなことをしようとしていてもっていうよりももう多分もう自分なんて出さずに周りのための周りを見てみんなのために働いてれば自然と名がついてくるみたいな。で今名がついたら、はい、その責任を全うしていけば多分こうまた引っ張り上げてもらえたりとかみたいな話じゃないですか。今のこの行動はどうなんですかね、この活動は。はい、タオですかね。タオではない気はしますけどね。タオではないですか。はい、売れたいんですよね。はい、売れたい。最近どうですかこの売れたい欲求は。まあ行けばいいですよね。でもまあ行くドンと行くためにはなんかいろいろ改善しなきゃいけないみたいなのは思ったりはします、うん、それはタオじゃない。タオではないですよね。欲じゃないですか。欲です。はい、欲を捨てようですじゃないですか。もしくはとどまれって言ってますもんね。そうですね、ステイって言ってますね、はい、インターステラーのあの女の子の言葉がずっとこだましますよ。これ、ね、はい、読むと、はい、ずっとステイステイって言うんですよ、うん、行くなって言ってるのって。はい、うーん、とどまってその責任を果たせみたいな話じゃないですか。あ、SJ だなっていう。その責任って何ですかね。まあやるべきこと、自分に与えられた役割ですよね。ただなんか最近、はい、僕ってあの父親じゃないですか。はい、でまあ大して仕事もうまくいってなくて、はい、個人事業主になったところで、はい、何も活動はしていなくて、はい、YouTube もうまくいってないじゃないですか。はい、でもなんかその家族で、はい、毎週土曜日の今6時25分から、はい、教育テレビで大人プリキュアがやってるんですね、はい、希望の力っていうのが、はい、まあ、それを家族で見ているときにお菓子を食べながら、はい、あ、なんか幸せだなって思うんですよ、はい、俺ってこれかなって思うんですね、はい、すごい小さいですけど、はい、それはタオな気がするんですね、はいはい、そこの位置がそれはタオな気がします。あ、なんかこの最小の幸せ、はい、あ、最小だが最大の幸せというんでしょうか。最小も最大もないが、あ、そうですね、タオっぽいですけどね。そう、猫松さんが地に足をつけろっていうことでしょうかっておっしゃってますが、はい、じゃあその地ってどこだよって思いません？まあ、なんかこれまでずっと老子をやってきて、老子やってきましたね、32まで来ました。はい、はい、もう言ってることが欲を捨てようだと思うんですよね。あなたたちがいいって思ってるものは、はい、そんな大した価値のないものだ、大した価値のない普遍的なものではないみたいな、うん、言います、言ってるような気がします、はい、それは難しいと思ってますが、うん、だからもうそういうものは捨てよって言ってるわけじゃないですか。ずっとずっとそうやって言ってる気はするんですよね。で、うん、そういうものを捨てて自然と一体になるみたいな、うん、自然って何でしょうね。だからもう生きようぐらいの感じじゃないですか。自分とご飯食べて家族養ってぐらいの。樽を知るとは一緒、一緒かどうかはあれですけど、下脱しろとか、下脱も難しいですよね、うん、なんかまあ自然とみたいな感じじゃないですか。タオって、タオっていうものがあって、うん、もうそれに逆らうなみたいな、その自然の流れに身を任せて進めばいいんだみたいな。だって下脱を今調べるとね、はい、俗世間の束縛、迷い、はい、苦しみから抜け出し悟りを開くことですよ、はい、悟りを開けてもお釈迦様じゃないですか、はい、でも悟りを開けても違う気はするじゃないですか。自然のままだって言ってる、自然のままだと言ってますタオは、はい、でそれこそが一番いいみたいな感じじゃないですか。難しい。でそうすればまあ変な欲も書かずに、はい、もうただ日々を淡々と生きていくみたいな。あ、だとまあこういう今僕だとあの YouTube を今5年目、はい、5年目ぐらいでしたっけ、4年目5年目ぐらい、はい、で、まあ、このまだこの位置じゃないですか、はい、そうするとずっと何かは攻めてるんですよね。まだこの位置だって、うんうん、でそういうのはまあ無駄だよって言ってるわけじゃないですか。あ、でもそうですね、これをが楽しめるようになるといいんでしょうね、うん、楽しいねって。これ、まあ、楽しいねも何もないよって話じゃないですか。再生数伸びたところで、はい、別にそんなものは何の価値もないよって。価値が
あるって思ってるだけだよって話じゃないですか。思ってます、そうですね、はい、っていうのがなんか老子な教え、老子の教えな感じじゃないですか。でそれによってまだこんだけしか言ってないって苦しむんだったら、そんな苦しむ必要もないし喜ぶ必要もないって言ってる、言ってます感じですよね。あなたが作った価値観ってだけですよって入れました。まあはい、僕も入ってはないですよ。老子の言ってるのを説明してるだけの話で、はい、